おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール、ウニヤアキラです。今回もこの月刊幸福の科学の巻頭の言葉、心の指針、大川隆法総裁先生からいただいている言葉があるんですが、その中の悪とは何か、これについての学びを深めていきたいと思うんですね。さあ、悪とは何かというものをこの中に短い言葉で簡潔に語られています。それでは改めてこの心の指針を読んでみたいと思います。悪とは何か。神がいなければ善も悪もないだろう。それは空と海とが水平線で分けられないのと同じだ。善と悪とを峻別し、悪を捨て善を選び取る。これがほとんどの宗教が進める人生の行動原理である。しかし法律が制定されるようになってから、悪が何か定まったわけではない。法律に先立って善悪を見分ける基準がある。それは神の教え、神の言葉による。だから私は言う、人を愛しなさい、真理を知りなさい、過ちに気づいたなら反省しなさい、そしてあなた方の住む社会を発展させなさいと。常に正しき心を探求しつつ、真善美を考えなさいと。わからないことは神を信じなさい。さすれば悪から離れられるだろう。まあ、こういう言葉が心の指針、悪とは何かなんですね。では今回この心の指針の3回目として後半部分の話をしてみたいと思います。この中で常に正しき心を探求しつつという言葉があるわけですね。これはある意味では幸福の科学の一つの大事な大事なスローガンでもあります。それは正しき心の探求というものを歌っているものでもあるわけですね。幸福の科学の信者になる時に、基本的には何も強制されるものはないんですけれども、唯一一つ幸福の科学の信者の義務というものがあります。それが何かというと、正しき心を探求しなさいということなんですね。これが幸福の科学の信者になった時のただ一つの義務でもあるんです。ではその正しき心って何ですか、正しき心を探求するって一体どういうことなんですかというふうに考えられる方もおられると思います。正しき心とは何か。それは別の表現をすれば神の心です。仏の心、もっと言うならば主エルカンターレの心、これが正しき心ということです。それを探求する、知ろうとすることでもあるわけですね。神の御心を常に私たちは知りたい、そしてその心をずっと求め続けていくこと、これが正しき心の探求と言われているものなんですね。そしてそれを具体的に自分のものにしていくために、前回お話しした4正道ですね、4つの正しい道、それが愛、知、反省、発展という4つの原理、これを実践することにつながっていくわけなんですね。この道が実は人間を幸福にする確実なる道でもあるわけなんですね。そして次にこういうふうに書かれております。真善美を考えなさいというふうに言われております。真善美、真というのは誠という字を書きます。真理の真、仏法真理の真ですね。ですので真というのは何かというと、まさに仏法真理なんです。仏法真理というのは仏の作られた、まあ、ルールと言って良いと思います。こういう生き方をするとあなた方は幸福に生きることができますよと。その幸福とはまさに仏に近づくこと、神に近づく道でもあるわけなんですね。
これがある意味では正しき心を探求する一つのまた道筋と言っても良いと思います。これがまず真善美の真です。そして善とは何か、それが今回の心の指針で学んでいる善と悪というものがあります。それを明確に見分けることです。善を推し進め、悪を押しとどめる、こういう生き方を常に求め続けていくことなんですね。これが善というものを自分のものにしていく大事な大事な、まあ、方針、生き方の道筋と言ってよいと思います。そして3番目に美、美しいという字を書きます。この美しさとは一体何か、これはまさに魂の美しさというものを表すものでもあるわけです。その魂の美しさとは何かというと、神、仏の心を自分自身の心のごとく生きようとすることなんですね。そういう生き方をしていった時に魂は輝きます。その輝きこそが美しいんだということでもあるわけですね。ですので常に神を求め続けていく中に心は美しくなります。それがまさに私たちの魂を輝かせる最大の生き方であり、そしてそういう生き方をどん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 進めていくことが人間が幸福になっていくということでもあるわけなんですね。ですので多くの方々にこの真善美というものを一つの生きる指針にしてみていただきたいと思います。さあ、そうするとこの真善美という3つの要素はいずれも神という存在に行き着くんだということに気づかれると思います。そうなんです。真善美は神というものを取り払った時にこういう言葉は存在をの意味をなさないんだというふうに言えるわけなんですね。だから正しき心の探求、まさに主エルカンターレの心、御心を探求しつつ求めつつ、主エルカンターレの作られたルール、それがまさに真理、仏法真理です。それに基づいていき、そして、主の御心にかなった善なる生き方を進め、その主エルカンターレの御心にはかなっていない、悪を押しとどめる、そして、主の心を我が心として生きていった時に私もまた主と一体となって光り輝いた美しい存在に変わっていくということになるわけなんですね。で、この心の指針、最後にこういう言葉で締めくくられております。わからないことは神を信じなさいというふうに言われているわけなんですね。私たちは今この時代において大川隆法総裁先生から主エルカンタレの御心というものをご説法であるとか経典とかそういったもので目に見える形にしていただいております。とってもありがたい時代に生きているわけですね。本を読めればまさに主エルカンタレ、地球上の最高の神、もっと言うならば宇宙創造の神の御心を知ることができる時代にいるわけです。でもそれでもわからないことも多々あるわけなんですね。さあ、そういう時にどうしたらよいか、その時に神を信じなさいというふうに言われているんですね。これは大川隆法総裁先生のとっても大切な書籍の一冊である太陽の法という経典があります。この太陽の法の第3章愛の大河という章があるんですが、この134ページにこういう言葉があるんですね。現在私が認識している根本物、根源神とは20次元以降の超高次元の存在を意味します。ですからその存在を3次元の基準で証明することは不可能なのです。だからこそ信仰というものがあるのです。信仰という言葉は信じて仰ぎ見るという意味です。信じるとは感じ取り受け入れることということです。そして仰ぎ見るとは大いなるものに敬意を払い自らを虚しくすると
ということです。こういうふうに書かれているんですね。この二重次元以降の超高次元の存在、まさに神と言われている存在をこの三次元の物差しで証明することは不可能だと、こういうふうに言われているんですね。もう証明する手立てが実はこの三次元世界にはないんです。ないからこそ私たち人間一人一人に信じなさいと、信仰心を持ちなさいと、こういうふうに教えいただいているんです。これが地上の人間と神とをつなぐ大事な大事なパイプになってくるんですね。この信仰心、信じる力というものが私たち地上の人間と神が一体となる大切な命綱と言っていいわけなんですね。ですから、わからないことがあったならば神を信じなさいということなんです。神を信じます、主エルカンタレを信じます、そういう思いを持った時にまさに私たちは正しき心を探求し、そして神前美と共に生きていくことができるんだということですね。そして最後の行がこういう言葉です。さすれば悪から離れられるだろうと、こういうふうに言われているわけですね。悪は遠ざかっていきます。そして善なるもの、神が私たちのそば近くにいてくださるという状況ができるわけですね。ではここで大川隆法総裁先生のご法話の一部をお聞きいただきたいと思います。私はさまざまな霊体験を経ましたけれども、霊的な体験を経て一番よく分かったのは何かというと、善と悪というのがやはりあるんだなということですね。こういう魂においての善悪というのははっきりと判定されているということを知ったということが、悟りの中での一つの重要な判断基準になったと思いますね。だこのようなことはいろんな意見があるし、多数決で決めていますけれども、霊的な面から見た場合には善悪というのははっきりしていて迷いようがないんだということですね。この善悪のはっきりとした分かれ方が厳然としてあるにもかかわらず、この世に生きている人たちはその善悪の区別を知らないままに生きている。恐ろしいことですよ。それは怖いことです。この善悪のけじめを知るために、人間の本質が魂であり、魂というのは過去現在未来を生き通しの存在ではあるけれども、この世でのその人の人生修行の内容、結果に応じて天界地獄界と二つの世界に分かれていくんだということですね。この根本的な真理をまずつかまなければいけません。そうすると善悪の基準は何かというと、この霊的な厳然としてあるこの天国地獄の概念ですね。そして概念だけでなく現実に天国地獄が分かれているという、どうして分かれているのか、どうすれば天国行ってどうすれば地獄行くのかという、こうした現実観察、科学的な分析から善悪は導き出さなければいけないですね。それを導き出すために天使、菩薩、如来と言われる人たちの考え方、心の在り方、それをお教えしました。また修行の在り方、さまざまな教えの内容には悪霊、悪魔と言われる者たちが何故に今悪霊となり悪魔になっているのか、どうすればそこから逃れられるのかというようなことを実体験的に考えた上で必要な教えを私は説いてきました。霊的な裏打ちのある真理を説いてきました。これなくして人間の頭で考えただけでは永遠の真理とは言えないと思います。ですから豊富な悪霊悪魔体験もまた真理への道になったであろうと思います。この無明の闇の中にこそ悪魔や悪霊たちは埋めています。真理の光が必要です。光の下では悪いことはできないもんです。闇に紛れてこそできる、知られてないからこそできるんです。今回は、大川隆法総裁先生の心の指針、悪とは何かの後半部分についてお話をさせていただきました。
ぜひ今回の学びを通じて皆様自身の中に善と悪を見分け、そして悪を押しとどめ、善を推し進める、そういう生き方をぜひしていただきたいと思います。そして今幸福の科学出版制作の映画心霊喫茶エクストラの秘密、これが間もなく全国で公開しようとしております。ぜひ多くの方々にこの映画見ていただきたいと思うんですね。この映画の主演は千言よしこさんです。でこの映画の中でさゆりという役で出演していただいております。このさゆりは悪魔払い師でもあるわけですね。まさに悪魔と戦う天使、そういう役柄で千言さんが演じております。その中でまさに今回お話があった真善美、まさに真理に生き、悪を押しとどめ、善を推し進める、そして、まさに自分自身が神と一体となって美しい美しい魂を持った存在がこのさゆりという存在でもあるわけですね。ぜひ皆様にこの映画をご覧いただき、皆さん自身も正しき心の探求をなして、そして真善美に生きる皆様になっていただきたいと思います。そしてわからないことがあったならば神に祈る、神を信じる、そういう皆様になっていただきたいと思います。そうすれば間違いなく皆様の元から悪が遠ざかっていく、そういうことになるのではないかと思います。詳しくは概要欄をご覧いただきたいと思います。世界のすべての人々が善に生きる人々で満ち満ちることを主エルカンタレに祈念申し上げたいと思います。本日はありがとうございました。